5等分の花嫁カードゲーム遊び方動画。動画を見てくれてるみんな、上杉風太郎だ。今回は新作カードゲーム5等分の花嫁カードゲームを紹介するから、しっかりついてきてくれよな。5等分の花嫁カードゲームは5つ子たちが主人公にアプローチして花嫁になっていくゲームらしい。先に花嫁を3人獲得したプレイヤーが勝利だ。じゃあ早速ルールを説明していくぞ。まずゲームに必要なものは50枚1組のメインデッキと主人公カード10枚で構成された主人公デッキだ。主人公デッキは先行のプレイヤーのものを使用するぞ。それぞれのデッキをシャッフルして各デッキ置き場に裏向きで置く。デッキが準備できたらじゃんけんで先行後攻を決めるんだ。先行後攻が決まったらメインデッキの上からカードを5枚引いて手札にする。一度だけ引き直すこともできるぞ。その場合手札をすべてメインデッキに戻してシャッフルし、再びカードを5枚引いて手札にする。最後に先行のプレイヤーの主人公デッキの上からカードを5枚先行のプレイヤーから見て左から順に主人公レーンに表側で置く。これで準備は完了だ。それじゃあ実際に対戦していくぞ。ゲームスタートだ。1ターンの流れはスタートフェーズ、メインフェーズ、アプローチフェーズ、エンドフェーズの順で行い、これをお互いに繰り返していく。まずはスタートフェーズ。このフェーズではターンプレイヤーがメインデッキからカードを2枚引くことができる。ただし先行の最初のターンだけはカードを引くことはできないから注意してくれ。次にメインフェーズ。ここではキャラの登場、エピソードのセット、イベントの使用を好きな順序で行うことができるぞ。まずは手札からキャラクターカードを1枚好きなレーンに出してみてくれ。これがキャラの登場だ。これで登場したキャラが主人公カードにアプローチをしていくことになる。また登場したキャラは基本的に別のレーンに移動することはできない。それからアプローチの際に必要になるのが花嫁力と呼ばれるキャラクターカードの左上の数字だ。花嫁力が主人公カードの必要花嫁力以上になればアプローチを仕掛けることができるようになる。今はまだ花嫁力が足りていないからエピソードカードで花嫁力を上げていこう。エピソードカードはレーンにいるキャラの下にセットすることでエピソードカードの左下に書かれている数字分キャラの花嫁力を上げることができるんだ。キャラクターカードをエピソードカードとしてキャラにセットすることもできるぞ。1ターンにできるキャラの登場は1回まで、エピソードのセットは2回までということを覚えておいてくれ。これでメインフェーズは終了だ。それじゃあいよいよこのゲームの醍醐味、アプローチフェーズの説明をしていく。まずはアプローチさせたいキャラとそのアプローチ先の主人公カードを宣言するんだ。正面か斜め前にいる主人公カードの必要花嫁力を満たしていればアプローチできる。今回キャラは1人だけだが、キャラが2人以上いる場合にはそれぞれのアプローチ先を選択できるぞ。君と出会った夢のような瞬間、中野一華でお疲れ様の膝枕、上杉風太郎にアプローチだ。お疲れ様の膝枕、上杉風太郎は一華でアプローチすると一華の花嫁力がプラス2されるから、君と出会った夢のような瞬間、中野一華の花嫁力が合計で10となりアプローチすることができる。アプローチを宣言したらお互いにイベントカードを使って支援したり妨害したりすることのできるイベントステップになるぞ。メインと書かれたカードはメインフェーズに、アプローチと書かれたカードはアプローチフェーズのイベントステップで使用できる。イベントカードはキャラやエピソードと違って
基本的には使用したらそのまま控室に行く使い切りのカードだ。使い切りの分、強力なカードが多いのが特徴だな。イベントステップではアプローチしていないプレイヤー、アプローチしているプレイヤーの順番で交互にイベントカードを使うことができる。相手がイベントカード可愛さ 500% を使用してきたな。次にこっちがイベントカードを使える番だが、手札に使えるイベントカードはない。お互いがイベントカードを使わないことを選択したらイベントステップは終了。花嫁力が必要花嫁力を満たしているか確認していこう。今回は花嫁力が7になってしまったので、お疲れ様の膝枕上杉風太郎の必要花嫁力を満たせずにアプローチ失敗だ。アプローチに失敗したキャラはセットされていたエピソードなども含めてそのままレーンに残るぞ。アプローチに成功した場合はアプローチされた主人公カードを裏向きにしてキャラは花嫁になって花嫁エリアに移動。キャラが花嫁エリアに移動するときに移動するのはキャラのみで、そのキャラにセットされていた他のカードは控え室に置かれるから注意してくれ。これでアプローチフェーズは終了。エンドフェーズでターンが終了し、後攻のプレイヤーのターンだ。基本的にはこの流れでターンを進行し、どちらかのプレイヤーが花嫁を3人獲得するまで交互に繰り返していくぞ。これでルールはバッチリだ。スタートデッキにプレイヤー1人が遊ぶために必要なものが全て揃ってるから、みんなも友達や家族を誘って5等分の花嫁カードゲームでアプローチ合戦を楽しんでくれ。